センターバックで、ね、出た中で、まあ、完封勝利できたのは、まあ、個人としても良かったなと思いますし、まあ、チームとしても、まあ、ゼロで、しっかり勝ち点3アウェーで持ち帰れたっていうのは、まあ、本当に大きいことだったなと。まあ、まずはもうみんな、ね、頑張って守備して、まあ、自分がこうセンターバックになってまあ、カバーリングのスペースの大きさも自分の特徴なんで、まあ、あとはこまめに、ラインをね相手と駆け引きしたり、時にはマークを伏せるっていうのも大事なんで、そういう細部にこだわってやってきてよかったなっていうのを、感じた試合でした。前の選手がああいう風にアグレッシブに途中から入ってきた選手がこうやってくれたっていうのは本当に後ろの人間としてはすごい助かりましたし、やっぱ前がこう勢いをね後ろの選手にもこうもたらしてくれるというか、もう一回自分たちを引き締めてくれるという意味でも、まあ、この前の名古屋に戦に関してはすごいこう良かったなと思います。まあ、センターバックの時は無理せずシンプルにやるとかシンプルにやって、まあ、後ろからこう組み立てていくのもやっぱこう大事なのは前提に置きながらも、まあ、無理するところとしないところの区別っていうのはしっかりつけていかないと、そこで失ったら失点直結してしまうし、自分の中ではいろいろな駆け引きを相手としているつもりだし、まあ、名古屋戦はそれがうまくはまったというか、まあ、それがこうベースにセンターバックの時はやりたいなと思いますし、サイドバックの時はまずは守備からしっかり入ること、まあ、そこはサイドバックやる上では絶対条件だなと思いますし、まあ、攻撃でもこうポジショニング少し変えたり頭使うことは増えるんで、体力的にもそうですし、そこは自分を追い込んでこうプレーしたいなと、まあ、どっちでも立つとこうやることというか体が反応できるように増していきたいなと思います。まずはポジションにこだわっているチームなんで、自分たちのプレッシャーがどれぐらいはまるのか、まあ、スタートはそこが肝になってくると思いますし、簡単に剥がされてこう押し込まれるようじゃ、まあ、厳しい展開を時間帯が長くなるんだろうなっていうのは感じるので、まあ、こう前からこうプレッシャーをかけに行く中でただ闇雲に行くんではなくて、チームとしてちゃんと目的を持った守備を、できれば、まあ、チャンスが生まれてくるだろうし、まあ、自分たちの時間を作ることも大事ですけど、相手がやりたいことをまずはやらせないっていうのは、まあ、自分は大事かなと。まあ、前線みんな上手いし速い選手多いんで、それぞれ特徴を持ってこう相手にこうプレッシャーをかけられるような選手なんで、まずはディフェンダー陣なんてゼロで抑えることっていうのは、まあセンターでもサイドでも一緒なので、まずはしっかりそこから入りたいなと思います。どの試合もそうですけど、より一層勝ちにこだわってホームで勝てるだけ勝ってっていうのは理想なんで、見に来てくれてる人たちがね、気分よく帰ってほしいなと思いますし、あそこはしっかり勝利届けたいなと思います。
今はなかなか厳しい状況ですが、まあ、前節の勝ちを生かせるも殺すも、自分たち試合だと思うんで、まずは土曜日の試合ホームでしっかり勝って、皆さんと喜びを分かち合えるように頑張りたいと思います。